かなとのぶえ、なんかこういう形にするとすごく恥ずかしいんですけど、3人でいると笑いすぎてお腹が痛くなるけどとても楽しくて、こんな仲間とスケートを続けてこれたことが私はとても幸せです。一緒にいっぱい笑っていっぱい泣いて、2人がいたから私は現役生活を最後まで頑張ることができました。ノブとは引退してからいろんなお仕事で一緒になって相談し合えるのがとても心強いです。悩みや葛藤はたくさんあるけど、お互い新たな人生頑張りましょう。かなが現役を続けると言ってくれた時、とても嬉しかったです。私はその言葉を待っていました。オリンピックシーズンの経験でかなはもっと強くなれると思っていたからです。さらに強く大きく成長したかなのスケートが見たいです。苦しい時、辛い時は連絡してね。全力で応援してるからね。また3人で美味しいものを食べましょう。これからもよろしくね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。なんか村上さんがずっと鈴木さんの目を見てお話聞いてたのがすごく感動的でした。ではお手紙もお渡しいただいて、村上さんに、はい、素敵だ。またこれもお守りになりますね。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵、いい贈り物ですね。村上さん、いかがですか今のお気持ちは。いや、めちゃくちゃ嬉しくて涙が出ちゃいました。まさかですね、はい、いや